しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。ヨーロッパの森に住む毛長いたちのお母さんが獲物を加えて子供たちのところに帰ってきました。毛長いたちは普段鳥やネズミを捕らえて食べています。子供たちは食べ盛り。お母さんはまた餌探しに出かけなければなりません。あ、ヘビに出会いました。これはナミクサリヘビというマムシの仲間の毒ヘビです。さあ、毛長いたちはこの毒ヘビを相手にどのようにして戦うんでしょうか。下手をすると自分が毒にやられて殺されてしまいます。今度はヘビの後ろ側に回ります。ヘビも真剣です。しかし毛長いたちのお母さんは狩りの名人。ナミクサリヘビを捕らえる独特の技術を持っています。チョン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 、前に行ったり後ろに下がったり、こうして相手が疲れてくるのをじっと待つのです。うまいもんですね。ヘビの動きに合わせて見事なフットワークです。キュッキュッと下がったり前へ出たり。ヘビもだいぶ疲れてきました。動きが鈍くなってきました。ん、ついにヘビの首元に噛みつきました。お母さんは捕らえたヘビを加えて一目散に巣へ駆け戻ります。子供たちにまだ生きている獲物を与えて、その食べ方を実際に教えるんです。子供たちはヘビを綱引きみたいに引っ張り合います。残酷に見えるこのような戦いも、厳しい自然の中で生き抜くためには必要なことなのです。こうして毛長いたちは小さい頃からお母さんに狩りの手ほどきを受け、やがて一人前のハンターになっていくのです。サンゴ礁の海にはさまざまな生物が住んでいます。そこで今日はサンゴ礁に住むヒトデの仲間たちを見てみることにしましょう。イボヒトデが海底を歩いています。ヒトデは吸盤のついた管足と呼ばれる小さな足をたくさん体の内側に持っていて、それで歩きます。ヒトデの仲間は普通5つの腕を持っています。これは赤ヒトデ。人が寝転んでるようですね。これは青ヒトデ。これも5つの腕です。5つという数はヒトデの基本なのです。革手袋、面白い名前ですね。漢字が出てます。霜焼けになった指みたいですね。ヒトデの仲間は主に星型をしているので、英語ではシースター、海の星と呼ばれています。さあ、次は何でしょうか。下の方に5つの溝が見えますね。 1,2,3,4,5 本、わかりますね。実は丸い形をしたまんじゅうヒトデと呼ばれる腕のないヒトデなんです。ヒトデは色も形も様々で、世界の海になんと1700種類もいるんだそうです。さて、これは5つというヒトデの基本からはみ出した鬼ヒトデ。腕の数は11から16本。毒のあるトゲで身を包み、石サンゴを食べサンゴ礁を荒らします。盛んにサンゴの上を小さな管足を伸ばして歩き回っています。下の方に白く見えるのが骨だけになってしまったサンゴです。ヒトデの仲間は肉食性で、このようにサンゴや貝、エビやカニを食べて海の底で暮らしています。今日の友達どんな顔どんな顔、楽しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。
葉の森の中、アザミの枯れ枝の陰にヒメグモの巣があります。ヒメグモのお母さんは枯れ草で小さな屋根を作り、その下で子供が帰るまで卵の袋を守ります。やがて子供が孵化すると袋を裂いて子供たちが外に出るのを助けます。出てきました。およそ1ミリの小さな子供たちが袋から這い出してきました。小さく光って見えるのが子供たちです。これからお母さんはこの100匹の子供たちの世話で大忙しになります。お母さんは自分の周りに小さな子供たちを集めます。自分の口から分泌物の餌を吐き出して子供たちに直接口移しで食べさせるのです。子供たちがたくさん集まってきました。次々に子供たちが交代にお母さんの口元に近づきます。お母さんは次に獲物を捕らえます。そして蜘蛛の巣にかかった獲物に針を刺し、獲物の体を液体に分解させて、それを子供たちに吸わせるのです。子供たちが糸を伝って降りてきました。こうしてお母さんの用意してくれた餌を食べて子供たちは大きくなっていくのです。やがて100匹もの子供たちの子育てに疲れ切ったお母さんはもう子供たちに餌をやることができなくなります。すると今度は自分の体を子供たちに食べさせるのです。お母さんって偉いですね。そして子供たちはそれぞれの新しい世界へと旅立つのです。今日の友達どんな顔、どんな顔、楽しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。のっしのっしと歩くガラパゴスゾウガメ。大きさ 1.8 メートル、体重300キロ。ガラパゴス諸島にだけ住むこのガラパゴスゾウガメは暑い日中は木陰で休んでいますが、涼しい朝や夕方には草を食べに出かけてきます。ゾウガメは歯がないので鋭い顎でちぎって食べます。さて次は何をするとするかな。どうも喉が渇いたな。水飲み場にやってきました。よいしょよいしょっと、よいしょ。道が悪いから滑らないようによいしょしなくっちゃ。もう僕は体重があって体重いから大変だ。やれやれ、よいしょ。やっと水にありつける。水がだんだん減っていくのが分かりますね。ゾウガメは長い喉をポンプ代わりにして水を吸い込んで飲みます。ごくごくごく。体が重いからもう草を食べて水を飲んだだけでもうヘトヘトだ。眠くなってきちゃった。眠いな。のんびりしたゾウガメの一日でした。今日の友達どんな顔、どんな顔、楽しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。あれれ、風がないのに草が揺れています。おや、今度は地面の中に吸い込まれていきます。どうしたんでしょうか。実は
北アメリカに住むネズミの仲間ポケットゴーファが大好物の草の根を引っ張っているんです。ポケットゴーファは穴掘りの名人で、主にトンネルの中で暮らしています。そして1日1回穴の入り口に来て、邪魔な土を後ろ足で蹴飛ばし、それを鼻と顎で押し出します。さて今度は草の種を集めに表に出かけます。ヘビが見ていました。ヘビはポケットゴーファが大好きなんです。ヘビがポケットゴーファのトンネルに入っていきます。たくさんある横道にいちいち頭を突っ込んで探し回ります。さあ大変だ。ポケットゴーファに残された道はただ一つ。大急ぎでトンネルの途中に土の壁を作るんです。ヘビが来る前に何とか穴を塞いでしまわなければいけません。さあ間に合うか。ヘビがどんどん近づいてきます。やれやれ間に合ったようですね。ヘビは行く手を塞がれました。そればかりか土でどんどん押し返されます。おかしいな、どこへ行ったのかな。神様どうか気づかれませんように。とうとうヘビは諦めて外へ出て行ってしまいました。自然界の知恵比べ、動物って様々な知恵を持って暮らしているんですね。